オアフ島の地形図左がワイアナエ山脈で右がコーラウ山脈中央化が真珠湾オアフ島はハワイ諸島のうちの一つの島であり三番目に大きい島であるハワイ州ホノルル群に属し州とホノルル市がある愛称は津戸井の島人口はハワイ州最大で州全体の8割の人がこの島に住んでいるまた 州庁もこの島にあり、政治、経済、観光の中心となっている。島の南岸東寄りのホノールルに主要施設は集中している。ダニエル系の上国際空港や港湾もここにあり、ハワイ島他の隣島への乗り継ぎの拠点となっている。市の東部のワイキキには、ホテルコンドミニアムやショッピングセンター等が林立し、世界有数のリゾート地帯となっている。 ウィンドワードと呼ばれる東岸は、風光明媚な海岸である。北岸は、ノースショアと呼ばれ、冬季には、高波が打ちつけるサーフィンの名所となっており、世界各地からサーファーが訪れるとともに、大会等も開催される。総面積は、くなっしり島とほぼ同じ1545.3平方キロメートルで、沖縄本島と、韓国チェジュ島の中間ほどの大きさである。 最大部で島の長さは約7 1トル幅は約4 8トルである。海岸線の長さは1 8 0トルである。縦上火山からなる山脈、ワイアナエ山脈及びコーラウ山脈が北西から南東方向にかけて走っており、オアフ島は両火山により形成された火山島である。最高峰は 標高1220メートルに達するワイアナへ。山脈のカーラ山である。観光で著名なダイヤモンドヘッドもコーラウ山脈の南端に接する火山である。両山脈の間には平原が広がっており、セントラルオアフと呼ばれる。パールハーバーもセントラルオアフの南岸に位置する。ダウンタウンとアロハタワーワイキキから見たダイヤモンドヘッドアラモアナセンターラニカイビーチワイアナへ。 山脈パールハーバー、ノースショア週間高速道路 H-1 号線、右手前は、ダニエル系井上国際空港付設計画は、存在するものの鉄道系の公共交通は、存在しないこともありしまないの交通は、主として自動車が使われ、地元住民は原則として、自家用車か公営バスを利用する。また、ワイキキ周辺を中心にラジオタクシーもある。なお、 ホノルル中心部を拠点として複数の週間高速道路が整備されている。バス乗り合い交通機関として最も著名なものは公営バスである図バスであり、島全体に約4200の停留所が存在する。週間で約22万人の乗降客数があり、市民に広く利用されているものの路線がやや複雑であるため団体観光客などはあまり利用しない。 なお、団体観光客向けの公共交通手段として、観光客が集中するワイキキ周辺に観光会社や大型店舗等が出資している、オープンデッキ型のワイキキトロリーと呼ばれる大型バスが往来し、ショッピングセンターや観光スポットへの工程に使用されている。主な道路、週刊高速道路、週刊高速道路、h 一号線ハイウェイ多くの主要なアメリカの都市と同じく、 ホノルルの大都市圏は特にアイエア、パールシティ、ワイパフ及びミリラニの西方郊外からラッシュアワーの時間帯にかなりの交通渋滞が起こる。ダニエル系の上国際空港からはアメリカ本土のほか、日本や中華民国、オーストラリアなどの艦隊平洋の都市、ハワイ諸島間の航空路があり頻繁に運航されている。またホノルル港は 海洋クルーズ船の寄港地としても知られる、ワイキキビーチホノルルからウィンドワードコーストへ抜ける、峠のルーアヌパリからの眺望、カネオヘの街並みが見える、ありがとうございます。